はい、酒好きな俺の飲酒動画始めていきたいと思います。今回はハイサワーの、グレープフルーツ味です。こちらですね。10% グレープフルーツ入り、果汁入りですね。炭酸ガス入りです。株式会社白水社という、会社の、ものですね。いわゆるサワーです。焼酎1に対してハイサワーを3となってまして、これ実はですね、どこで買ったかというと、じゃじゃじゃーん。じゃーん、美尻グラス。これですね、オンラインショップで実は購入しました。これ、なんか両面にね、プリプリのお尻が、書いてあるやつ。で、ここにちゃんとほら、目印としてね、があると。グラスなんですが、こちらですね、オンラインショップで売ってまして、1800円で、このグラスと、このグレープフルーツ味と、これが 360ml のやつですね。が、これが、一つと、グレープフルーツ味がこの一つと、レモン味が二つついてきて、あとね、このハイサワーハイピー。これが2本ついてくる。セットですね。これが 350ml ですね。が2本ついてきたセット。です。それで値段が確か送料含むと1800円ぐらい。で、なんかね、箱にね、こんなものがありまして、ハイサワーと。ね、これ、我が輩の作ったサワーの意味を込めてハイサワーと。そっから来てるらしいです。で、こう、なんか広告もありまして。こんなね。真ん中絞り。これね、ちょっと謎なんですけどね。レモンはこの真ん中絞りなんですが、じゃあグレープフルーツ味は何なんだっていう話なんですけどね。ちょっとわかんないんですよね。グレープフルーツ味とか、他にライム味とかもあるんですよ。はどうなんだろうっていう話なんですよね。それが謎なんですか。多分レモンだけなのかな?この真ん中絞りって。よく今日わからん。まあいいや、とりあえずね。金宮で割って飲んでいきたいと。思います。でもこれね、炭酸がね、弱いんだよね。これ。多分炭酸は結構弱いと思った。そうでもない。考えて強いかもしれない。前ね、俺、ハイサワーのね、レモンを買ったとき、俺動画で上げてますけど、そのときにやけに、ね、多分、賞味期限間近だったんか、何なんか知らんけど。むちゃくちゃ炭酸が弱くて、炭酸ないのかっていう。ないんだなっていう。ね、思ってね、飲んでましたけど。あれ、実際炭酸あったみたいで。今度は乾杯。
あ、原材料ですね。原材料、グレープフルーツと糖類、カッコ、ブドウ糖、果糖、液糖と砂糖と酸味料と香料と紅花、黄色、紅花キシキソです。ですね。はいさ。いや、このグラス欲しかったんですよ。うん。程よく甘い。ですが、甘味料使われてないんで。うん。うん。美味しいですね。このハイサワーのこのね、ビシリグラス。これなんですが、あの、2014年バージョンなんです、これ。うん。でね、なんだっけ、なんか、ものすごい、ね、倍率が高かったらしいです。この、おけつの、倍率が。びっしりグラス。100万、何万人とかのね、あれらしいです。倍率。何万人の中から選ばれた。ね、これ、写真ですからね。人間が、うん、なってると。いうことです。うん。美味しい。美味しいんだけど、このハイサワーのね、缶のやつがね、前も言ってるんですけどね、何回も言ってる気がするんだけど、飲んでみたいんだよな。このハイサワーは、レモンとグレープフルーツ、と、青りんご味と梅味とライム味っていうのがあるみたいです。うん。で、これね、まあいろいろあるんですけど、ハイサワハイピー、まあ俺あの前の動画で前飲みましたけどね、の他にも、ホップ&レモンとか、あと原液なんかもありますね。レモンのいわゆる 100% みたいな感じの果汁 100% のやつね。とかもあるみたいですね。ハイサワーで使用するレモン果汁は、トレーサビリティ、過去流通における生産者情報などの伝達技術が取れたイタリア、シチリア産、シチリア島産レモン。真ん中絞り果汁。真ん中のみ絞った。ってのはいいんだけどさ。
これ多分レモンだけなんだろうね。このグレープフルーツ味は多分関係ないんだわ。これは多分皮ごと絞って何回もビューって絞ってると思うんだよね。多分ね。で、ハイサワーのこの、まあ普通にうまいんだけどさ。前回飲んだハイピーとかは美味しいですね。ただね、なかなかまあ値段としてちょっと高めなんですよね。まあ、ちょっと高めと、な気がするんです。見てみると、ハイサワーレモンが1リットルのやつで、これの1リットルのやつで250円ぐらい。まあ、レモンはまだいいとして、グレープフルーツ味は、結局真ん中絞り果汁じゃないからね。あんまりよろしくない気はするんですけど。まあなあ。まあ、まあ俺はこのグラス買うためにまあオンラインショップ使ったので別にいいんですけど、でもそれなりにこれレモン味とか結構甘めなんでちょっと甘いですね。香り普通なんで、まあ、まあ美味しいが美味しいですけど、まあそこまで別にそこまでわざわざおすすめするというほどでもないですね。3433です。ご視聴ありがとうございました。